シルクロードトレーニングカンパニー、シルクロード貿易商会、マジドアバディアニレーザーさん、アニさん、よろしくお願いします。ねえ、日本に来て96年の人事やつに来たと。でこう、イランでしょ。はい、オペリアイラン、はい、で首都がテヘラン、はい、9時間ぐらいかかる。そうです、直行便は9時間。で、日本に来た理由は、奥様が若い頃、はい、トルコでお会いしてて、あって94年はトルコをお会いして、それから結婚しようって言って、日本に来て、はい、で、なんで米沢？奥さんは米沢出身です。おー、はい、そう。あの、人口は、イランはどのぐらいですか？7000万人。なんか、ちらっと話を聞いたら、皆さんね、非常に文化も高いし、それから自然の恵みもいっぱいです。4000メートル級の山があったんですか？5671メートルは一番大きいです。おー、すごいですね。4000メートルの山は大体200以上もあります。うわー、それはザクロス山脈、ヒマリア山脈の後はザクロス山脈を始めて、そのザクロス山脈はほとんどイランの中です。おー、僕らは砂漠の街って感じだけど違うんですね。で、砂漠ももちろんありますけ けど、でも3分の2以上はやっぱり山と緑になります。全然イメージと違うんです。で、テヘランが首都で、そう、テヘラン首都でも1800メートル高い。あ、1800メートル。そうそう、それは高いですよ。涼しい。はい、もう、あの、冬、秋、冬、全部日本と同じです。温泉もあるんだって。はい、温泉もあります。ねえ、面白いですね。で、日本の食べ物とかは大丈夫でした？で、あの、食べ物はほとんど大丈夫ですけど、ただ生物はやっぱり慣れるまでは時間かかってます。お刺身とか納豆大丈夫？納豆大丈夫。ダメ？はい、はい、ぬか味噌、漬物。漬物は大丈夫。大丈夫。納豆だけです。日本の食べ物って、そうなんだ。で、あちらの人は豚肉以外は全部 OK？ そうですね。野菜なんかは？野菜も全部。日本にある野菜と、ほんとんどんありますし、あの、また日本ない野菜も嫌なのもあります。まあね、こうやって日本とイランとね、一部貿易をやったり、あちこち地域にも会社を作ったり、ね、はい、偉いね。まだ42、3です。はい、あの、そういうわけで、はい、おじちゃんね、はい、日本の昔ビッグスターだから、はい、50周年の、ね、イベントを、まあ、お宅の紹介で、彼にも商工会議所の方も今深いと思います。商工会議所の方が偉いでしょう。で、私、あの、仲間は仲間がその商工会議所なんですけど、はい、そういうわけでアリさんと、米沢で出会って日本とイランの話をしました。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。モチアキラ。モチア？モチアキラ。モチアキ。モチアキラ。モチアキラ。はい。モチアキラ。モチアキラ。オッケー、ありがとう。モチアキラ。